イグコナミ、マージャン格闘クラブ所属。2018年ドラフト会議で、コナミマージャン格闘クラブから1位指名された。他のチームメンバーは、高宮マリーと、前原雄大。前原からエースとして期待されるも、レギュラーシーズン開幕直後から不審が続き、10月26日試合開始時点では7戦して、未勝利で、個人成績が、全選手21名中再開。 チーム成績も再開と沈んでいた。しかし、この日の第1試合で M リーグ初の役満となる国志無双を渋谷アビマズの松本義弘から出上がりし、トップに浮上するとリードを守り抜き8戦目で初勝利、第2試合もトップを取りに連勝となった。以降調子を取り戻し、11月12日第1試合のトップを取ったことでチームは再開を脱出。 2019年1月7日の第1試合では M リーグ初の4連勝を8万1700点と M リーグ初の100ポイント超えで飾った。レギュラーシーズンを通して搬送数は全選手最多の37試合、個人ポイントは3位の228.3を記録、チームも3位となりファイナルシリーズへ進出した。団体の垣根を越えトッププロが集結する。 RTD リーグには3年連続で出場。決勝には2年連続、準決勝には3年連続で進出し、トップクラスの成績を残している。RTD リーグ2016記念すべき、第1回大会となった2016シーズンは、ホワイトディビジョンを瀬戸熊直樹に次いで2位で通過し、準決勝では、藤田進に次ぐ4位の位置を守りきり、決勝進出。 大井高春、藤田進瀬戸熊、直樹、佐々木という顔ぶれになった決勝では、瀬戸熊直樹に次ぐマイナス332ポイントの完敗を喫した。RTD リーグ2017-2017シーズンは、ブラックディビジョンにおいて予選レコードとなる6連勝を記録し、最終的には502.3ポイントという圧倒的な成績で、首位通過を果たす。予選、 全27半走で13トップを記録し、トップ率が50%に迫るというまさに、完勝であった。準決勝は半分持ち越しのポイントを守りきり、首位通過を決める。そして、唯一の2年連続ファイナリストとして臨んだ決勝は、平賀里彦、白鳥翔に次ぐ3位に終わった。今大会のファイナリストになったことで、 2018年1月1日、2日に開催された RTD 駅伝の佐々木チームを率いることとなり、キャプテンとして活躍、チームは全区間でプラスを記録し優勝した。RTD リーグ2018-2018シーズンはホワイトディビジョンを鈴木だろう、勝又武志に次ぐ3位で通過。予選道中、23回戦で、 猿川貞永がトップを記録するまで5連勝を記録した。これは佐々木自身が2017シーズンに達成した6連勝に次ぐ記録である。瀬戸熊直樹に次ぐ全体5位で準決勝に進出したが小林強志、鈴木だろう、瀬戸熊直樹、内川幸太郎に及ばず敗退となった。3年目にして 初めて決勝進出を逃す形となったものの、3年連続で準決勝進出を果たしており、RTD リーグにおける安定感を示した。2017年日本プロマージャン連盟チームの一員として、マージャン駅伝2017に出場し、RTD ルール区間を前原雄大と共に担った。同区間には、日本プロマージャン協会から鈴木達也、朝倉ゆかり、 最高位戦日本プロマージャン協会から近藤誠一、園田健、アマチュア連合から藤田進、萩原正人が出場した。区間トータルポイントマイナス78.9と振るわず、連盟チームも東風戦区間を除いて苦戦を強いられ、トータルポイントマイナス326.8を記録し、最下位に沈んだ。この結果により、連盟代表6名が、 罰ゲームを受けることとなった。2018年2018年1月1日から2日間の日程で行われた新春。27時間 RTD 駅伝に出場。RTD リーグ2017のファイナリストである佐々木がキャプテンとなり、大井高春、猿川貞が内川幸太郎、宮内小津を率いた。1区東風戦、2区3人、麻雀。 3区一発、裏ドラなし、4区3人、麻雀、5区、RTD ルールの全国間でプラスを記録し、佐々木チームは優勝を果たした。2位の白鳥チームに200ポイント近い差をつけての圧勝であった。前年の麻雀駅伝2017において、日本プロ麻雀連盟チームは最下位に沈んだため、麻雀駅伝2018は予選会からの出場となった。 前年に引き続き佐々木も、連盟代表として選出され、RTD ルール区間の三半層を戦うことになった。賞賛もと、古密色のトベマンをあ了するなど、存在感を示したが、ルムチームの松が背に及ばず、本選出条件を逃した。2019年2019年1月2日19時より、アベマ TV にて生中継された。 新春オールスターマージャン大会2019に出場。今大会は3人1組のチーム戦であり、抽選の結果、芸人界の競合ン氏であり、マージャン駅伝におけるアマチュア連合のメンバーであるジャイ、グラビアアイドルであるユリサとのチームで臨むこととなった。半層15戦からなる予選を2位で通過し、決勝では最終戦に出場し、優勝を果たす。 個人成績も参加24名中トップを記録し、団体、個人2巻を成し遂げた。24時間という長丁場による体力消耗が影響してか、最終戦オーラスでは逆転の可能性を残した大井高春に海底パイを回すというミスを犯すが、辛くも逃げ切った。これについては、最後の優勝セレモニーにて、佐々木自身が自虐的に語っていた。 個人タイトル団体タイトル、ありがとうございます。